はい。えー、質問いただいたので回答していきたいと思います。吉田さんこんにちは。お聞きしたいことがあります。吉田さんの書籍で書かれている Facebook で友達を増やそうについてなのですが、例えば食べ物やスポーツなどを投稿している人は明らかにビジネスに関心がないと思うのですが、Facebook でビジネスに関心ある初心者を書こうにはどうしたらよろしいでしょうか。ご回答お願いしますと。まあ、ビジネスには興味ないかもしれないですけど、お金には心の底では 興味はあると思いますよ。全員。ぶっちゃけ言うと。まあ、お金に困ってないっていう人があまり僕知らないので、周り、周りが全員億万長者です。なんか、総資産100億円ですとか、いなくないですか。まあ、多分、みんなまあ、何かしらお金には困ってるとは思いますね。割、割合、確率で言うとね。まあ、周りの人が年収3000万のサラリーマンですとか、まあ、年収1000万でどうですかね。 うんまあ、その結局その人のライフスタイルにより,よりますけども、はいまあ、基本的にお金にはまあまあ困ってますよ多分 <laughs> 僕も困ってますからねお金にはうんまだ上がるほどのお金ないですからだからずっと商品売ってますし僕は5億円って決めてるんですけどまだ5億円銀行口座にないので困ってます <laughs> 銀行口座に5億円あればもう何もしなくてもまあ上がりかなと ど,どうですかね生涯賃金が2、3億って言われてますから、まあ、銀行口座に5億円あれば、まあ、日本のその価値、日本円の価値が、なんだ、なくなって、5億円の価値がなくなったらわかんないですけどね。<laughs> 日本が、あの、潰れるみたいな。で、まあ、質問なんですけども、この質問の回答に関しては、その、なんだ、えっ、ー、と、もうすでに5000人とか友達集めてる、そのビジネスをね、 ビジネスの発信をしています。もう友達が3000人とか2000人、5000人とかいます。っていう人の友達を見ればいいですね。要は、この A さんっていう人があのビジネスの発信をしています。で、そこの下、ダウン、<laughs> ネットワークじゃないですけど、その A さんの情報はあの、ビジネスの話をしています。まあ、投資の話をしています。でもいいと思います。まあ、要はお金に関わるエトセトラの発信をしている。 人まあ、めちゃめちゃいると思うんですよね、Facebook の中でも。で、そこの友達です。だから A さん、その発信に興味があるっていう人がそこに下にダウンでいるわけじゃないですか。だから僕も最初そういう風にやってましたね。Facebook を始めた時っていうのは、あの僕はもうほとんどいないわけですから、友達っていうのは。うん。なので、あのすでにビジネスやっている人の仲間。あ僕は周りにそのビジネスやってる人、まあまあいましたから。 うん、で、その人の友達見れば、もうそこ興味あるじゃないですか。まあ、ある程度はね。うん。だから、まあ、そうやって、まあ、僕は友達を探してきましたけどね。まあ、あとは、グループとか、まあ、ただ、グループに関しては業者多いので、結局、考えること一緒なんで、グループに、その、なんか、うん、まあ、ネットビジネス系の儲かる、まあ、今あるのかな。まあ、そこのグループにいる人とかね。ただ、逆にそ、そこは、まあ、業者が多かったりしますね。 うん、またシンプルにそのさ発信してる人を探すビジネスにだから要は考え方としてはビジネスに興味ある人を探すんではなくビジネスを発信してる人を探すってことですでその人はもう、まあ、上級者であるならばあればあるほど多分友達いっぱいいてるので、うん、すみませんあざあざあすみたいな <laughs> ありがとうございますみたいな。 感じですよ、ね、だからもう先駆者はいるわけじゃないですか5万と先駆者に先駆者に乗れます乗っかれるので、まあ、僕がやってたのはその久保さんに乗っかってましたけどね久保さんのとまああとはその,そのビジネス系の発信をしている人にコメントをしてる人なんか熱いですよね、まあ、今日の記事すごい良かったですとかねいつも勉強になりますみたいにコメントしてる人はすごい熱いですよね うん、か興味あるし、しっかりコメントも書く人ですから。で僕はあの、あとは、まあ、久保さんぼ、僕はすみません、久保さんと仲良かったんで、あでも久保さんよ、久保さんはもうその時、Facebook5000 人ぐらいいたわけですよで。僕全然いないわけですね。もう数百人、数百人いたかな。もう本当そんな感じですよ。で、久保さんの,あのコメント欄に写真添付するとかね。もう久保さんのコメント欄で目立つみたいな。はい。 だこれはでもあんまりやるとね、ちょっと嫌がられるんで、そのまあ、関係性がないとね。もうんまあ、ちょっと荒技なんですけど。うん、だな意識してたのはその、もうすでにそのリーチできる人のところにコメントを目立つようなコメントをするってことですね。なんだこの人みたいな。だまあいつもだったら、例えば,例えばでしょあのこの記事すごく参考になりましたと。 今日のよ、よかったですとか。まあ、その、ありきたりなね、あの、投稿があるわけですよ。コメントの返信が。で、そこに対して長文めっちゃ書くとかね。めっちゃ長文書くみたいな。<laughs> 目立ちますよね。そう。まあ、あとね、あの、思ったのが、あの、フェイスブックって誕生日になると、なんか誕生日おめでとう、あの、その、結構、その、有名な人とかは、あの、おめでとうございますってめちゃめちゃタイムラインブワーになるわけですよ。なんかコメントとか、なんか。 で、なんかもう、テンプレート、テンプレートお祝いがブワー来てるんですよね。で、僕で、僕,僕はそこでま、ま、また目立つために、あの、動画を添えるみたいな。<laughs> もう、動画を添えるのは僕だけしかいなかったんで、も、ま、う、あ、目立ちますよね。動画が出てくるみたいな、一人だけ。<laughs> みんななんか、誕生、なんか、テンプレートするね。とかね。まあ、そういうことを僕はやってましたけどね。うん。な、ほんとシンプルに、あのー、ターゲットを発信者に変えるってことですね。 発信している人をまず見つけるってこと。だそ,れそれ見つけやすくないですかだって友達見ればすぐわかるんで。まあ、あと、投稿の、もう見て、投稿見て友達の数見ればもうわかりますよね。うん。はい。大丈夫ですかねそれでやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。